ぼちゃらぴろりです。皆様、お久しぶりでございます。今は投稿日とはまた違う日に撮っているんですけれども、だから撮影日と投稿日が違うわけなんですけれども、まあ、最近休んでた理由は、まあ、時期的にもあれって感じ、はい、っていう感じです。まあ、させてくれればなと思います。あ、で、一応言っときますけど、インフルエンザにはかかってないです。というわけで、今回はですね、面白いものを入手いたしましたので、そちらをちょっと使っていこうかなと思います。はい、こちらと、こちらとこちらとこちら、これピン、あれ、これです。この4つはお菓子、ミニチュアのお菓子みたいなやつなんですけど、なんマーブルチョコ、クッキー、なんかクリスマスでよく見る飴みたいなやつと、このキャンディーですね。なんですけど、今回こちらをですね、透明のスライムに混ぜようかなと思ってるんですけど、混ぜる中でこれ、多分この包装紙みたいなところが紙だと思うので、これはスライムがベトってくっついちゃって使えないと思うので、今回このキャンディーは抜かして、この3つを透明なスライムの中に混ぜていきたいと思います。で、今回ちょっと色々と散乱するのが嫌なんで、こういうなんかお盆みたいなのに乗っけてやりたいと思います。じゃあまず混ぜていきましょう。マーブルチョコみたいなですね。なんかなんていうか、まあクッキー作ってるんですね。ちょっとこの時点で一回混ぜましょうか。はい。なんでこれ、このスライム待って、この重にめっちゃ張り付くんだけど、え、こんなことある、見てきっとね。あ、でも今のところ本当にクッキー作りしてるみたいです。なんか汚ねえな。続きまして、こちらのクッキーですね。こっちの方がちっちゃいです。お粒、あ、でもなんか音とか触った感じはパラパラしててすごい気持ちいいですね。で、最後にこちらの変な棒状の飴みたいなやつ、あれ、パラお菓子スライムの完成でございます。これはね、現実のお菓子じゃできないでしょう。そのでかいからね。マーブルチョコはでかくないですけど。でも、あ、パッと見かわいくないですか、意外と。最初はちょっと汚いなと思ったけど、なんかお菓子が無重力になってるみたいな。すごい、いいっすね、なんか。おう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 。理想です、これ。これ理想です。いいね、これ。で、ちゃんとね、スライムがへばりつくこともなく、きれいに落とせるんでね、この状態でまた戻せます。で、ちなみにこの小瓶に入ったミニチュアお菓子は、どこだっけ、海外で買って、なんかハンドメイドものなので、公式には売ってないみたいですね。かわいい。いいですね、これ。ちょっと気に入っちゃいました。というわけで、今回はスライムの中にお菓子、まあ、お菓子っつってもサンプルなんですけど、混ぜてみたら綺麗なのか、やってみた結果意外と綺麗でしたね。なんていうか、本当にお菓子をファッて空中に投げた瞬間みたいな感じがします。というわけで、皆さんもね、まあくれぐれも思いつかねえや。